GACKT さんが芸能活動休止を発表されましたが、彼についての印象やエピソードがあれば聞きたいです。GACKT さんは、僕は数回しかお会いしたことないですけど、ものすごくこう、知的な方だなっていうのはお話しして感じましたね。一番最初は、お城ツアーズっていうお城を回る番組のゲストでいらっしゃった時に、お城のこともやっぱすごく詳しかったですし、付け焼き場の知識っていうよりかは、本当にお城のことを好きじゃないと、興味を持たないような場所をちゃんと知ってたんで、ああ、本当にこの人はお城の知識があって、本当に好きなんだな、なんかテレビ的に好きっていうのを、一日勉強してやってる人じゃないなっていう感じはしました。その後は、コロナが始まって、卒業式ができなくなるっていう時に、僕が YouTube のチャンネルのメンバー、2分の5の森本、だからロンドンブーツ3号とかと一緒に、リモート卒業式みたいなことができないかなって言って、卒業式で名前を呼ぶのを僕が校長になって名前だけを読み上げますみたいなこと言ったら、800人ぐらいの人が来たのかな。その人の名前をただただ読み上げるっていう配信をやったんですけど、廃校を借りて、千葉の青海小学校っていう、元小学校の、だから跡地を借りて、リモート卒業式やった時に、GACKT さんが、その卒業生に向けて、淳君僕も歌おうと思ってた、曲、新しく作った曲なんだけど、歌う予定だった場所がなくなったから、ぜひ、若い人に向けて歌いたい曲なんで、ぜひこの歌を卒業していく人たちに向けて送ってくださいって言われて、映像をね、届けてくれましたね。あと、広瀬香美さんも国歌斉唱してくれるっていうことで VTR いただいたりして、だその時にGACKTさんには非常に助けられたなという印象ですね。すごくいろんな活動されてて、拠点もね、日本じゃなくて海外に自分の活動拠点というか、生活の拠点を移されてるっていうのも含めて、まあ憧れますよね。僕も日本を飛び出てっていうのはちょっとね、憧れとしてありますからね。いずれ僕も海外で生きてる間、生活してみたいなとは思います。